早速ヤマメが釣れたよ。ほらヤマメ、やりました。ヤマメです。まああまり大きくないけどね。これは多分ね、解禁直前に放流したヤマメですね。おお、また釣れ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 た。ほら、お、なんだ、おお、マス、マスだ。そーれっと、はい、今度は、うわ、やったよ、イワナだよ、イワナ、イワナが釣れました。まあまあの大きさです。やりました。じゃあね、今度はね、浮きをつけてだね、浮き釣りに変えてちょっと仕掛けを流してみます。お、釣れた釣れた、また釣れたよ。ほら、なんだ、お結構大きいじゃん。ほら大きいよ、ほら、やった、大きい、やりました。今度はなんだこれ、なんか変な銀毛したようなヤマメかな。まあ銀毛してるか、ちょっとね。やりました。お、いつの間にか釣り人が増えてます。おー、なんかルアーマンまでいる。お、釣れた。おー、釣った、すごい、ルアーで釣ったよ。ルアーで釣った人初めて見たような気がするんだけど。すげー、おー、結構綺麗ね。やりました、おめでとうございます。ありがとうございます。ヤマメだ、さすがだね、ルアー名人ね。ルアーの帝王さんじゃないですか。いやいや、ルアーの帝王だよ。やったよ、すげーよ、綺麗だよそれ、本当に。ほら、うん、パワーマークがすごい綺麗。やったね。なんか活性が上がってきましたかね。なんか釣り人の活性も上がってるみたいで、いっぱい釣り人いるんだけどそこに。なんか、おー、また釣った、また釣ったよ。今度はイワナとか言ってる、イワナ、ほら、これはイワナ。お、綺麗な色のイワナだね。俺が釣ったやつはなんかどんぐろかったけど、これ綺麗だよ、ほら。あ、やりました。ありがとうございます。さすがルアーの帝王。違うなー、参ったな。ヤマメ釣れた。おー、おめでとう。なんか真面目になってみんなね、あの魚の活性も上がってんだとともに釣り人の活性も上がってます。すごいよ、なんかここみんな釣ってんじゃん。全員釣ったでしょ。おー、大したもんだよ。はい、今回持ち帰ったのはこのイワナ1匹とヤマメ2匹です。ドラフト類が解禁してからまだ何日も経ってないんですよ。それに私は解禁して初めての兆候でした。それでね、まあ3匹釣れたんで、まあよしとしましょう。それでさ、ほら、今回釣れたこの一番大きいヤマメなんて、放流した時からもう銀毛しかかってんですよね。こんなのもいるんですね。それで今回の料理コーナーは、そうだな、こちらのね、このイワナの料理してみようかな。もうね、ヤマメの方の料理っていうのは何回かやったよね。だからね、今回はこのイワナをですね、まあ塩焼きが普通は定番なんだろうけど、今回はあえて天ぷらにしてみようと思います。と言いますのもね、これもらっちゃったんですよ。ほら、これね、河原組の A さんからいただきました。今日ルアーでもってバンバン釣ってた人ですよ。あの方からね、こんないっぱいフキノトウをもらっちゃったんですよ。それとね、もう一品、これね、これはまた別の方からいただいたんですけど、ワカサギ釣り大会にも参加してくれた方ですね。その方が今日ね、やっぱり来てましたよ、釣りに。それで私の後ろで釣ってました。で、これ小笠原の島塩、これね、いただいちゃったんですよ。なんでも小笠原に行ってきたお土産だということです。ありがとうございます。で、今回はね、これらいただいたものを生かして、このイワナを天ぷらにしてみようと、こういうことなんですよ。マス類の鱗っていうのはものすごく小さいんで、取る必要はないんですけどね。まあ、ぬめりが強いからね、ぬめりを取るという意味で、塩を多めにかけて、ちょっとゴシゴシとこすりましょう。塩とぬめりは流水でよく洗い流しましょう。綺麗になったら、これを三枚におろして、身の部分だけを天ぷらネタにします。それで、今回の三枚おろしは、頭と中骨はくっつけた状態で取り外して三枚おろしにしようと思うんですよ。それで、この取り外した方の頭と中骨は、骨酒を作ることにします。
はい、こんな感じで3枚におろせました。それでトラウト類の骨っていうのは柔らかいんでね、もうこのままあばら骨とかは取らないでこのまま使います。そしてこの頭と中骨は焼いてから骨酒にします。じゃあね、あとはもうこの身の方にね衣をつけて天ぷらにすれば出来上がりですね。はい、できました。見てくれよ、これだよ。今日のもうまそうでしょね。それでは早速っていきたいとこだけどね、まだやんなきゃいけないことがあるんだよ。それはほら、これだよ、これ。頭と中骨、これね、焼いたんですよ。で、これをほら、骨酒にしなきゃいけないでしょ。だからね、今日はほら、グラス用意しました。これでかいからさ、一番うちにあるこの背の高いグラス、これね、アーリータイムスなんだけど、今日はこれにな、こいつを入れてな。ほら、こんな感じでね、なんかちょっと尻尾がさ、飛び出しちゃってるけどさ、この尻尾をじゃあ折りますか。こんな感じでね。じゃあはい、入れましたよ。そうしたらね、ここにね、日本酒を注ぐわけだ。で、日本酒はこれだよ。マスだよ、マス。ね、トラウトだからさ、マスでしょ。ぴったりですね。このお酒ね、実はね、河原組の K さんから昨日いただいたんですよ、河原で。お、釣りをしてたらなんかヘロヘロを持った人がやってきました。マス解禁だからな。マス解禁になった途端にヘロヘロを持った人がそのヘロヘロで、釣りました。マスヘロヘロってこれですか。あー、これこれね、マスって言ってもこのなんかマス違う、こっちのマスね。あー、またマスもらっちゃいました。すいません、どうも。なんかそれでね、 K さんね、どういうわけだか今日はいらっしゃいませんでしたね。昨日はね、お会いしたんですけど、小金井酒造っていうのかな、そういうとこから出てるんですね。神奈川県厚木市のお酒です。ありがとうございます。じゃあこの酒をな、ここにこうダーッと入れてさ、ダーッとな、口までほら、いっぱいにこうダーッと入れます。そしたらね、これをね、レンジでチンしておかんすりは出来上がりだね。じゃあそうしましょう。じゃあね、おかんをセットしたから、その間にこいつを食ってみましょう。ほら、見てくださいよ。うまそうでしょ。それに、こちらは A さんからいただいたフキノトウを天ぷらにしたものです。これもうまそうでしょ。ね、季節の味覚ですよ。それで今日はこれをな、この小笠原のお塩、これもいただいたもんですよ、今日。これをここにな、こっパラ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 っとかけてな。それではな、こいつ、これを豪快にいってみるか。これな、いきます。これはね、うまいよ、うまいよ。いや、思ったよりね、身がしっかりしてますよ。もっとね、柔らかいかなと思ったけど、ニジマスよりも全然こう身がしっかりしてます。やっぱね、イワナは厳しい環境を生き抜いてるからな。でもまあ、こいつは放流してすぐのやつだから、まあ養殖物に近いのかもしんないけどね。ではもうちょっといただきます。実に美味である。じゃあね、次はこの A さんからいただいたフキノトウ、これいきますか。いや、実にうまそうだよ。私ね、フキノトウ大好きなんですよ。ではいきます。これはね、もうおいしいよ、おいしい。なんかね、新しいバージョンが出ちゃったとこで、ここらでお酒といきますか。天ぷらとくればビールでしょっていきたいとこだけど、これね、発泡酒なんですよ。でもね、これは視聴者の方から送っていただいたやつです。春の旬味ね、今の季節にぴったりな発泡酒ですよ。ありがとうございます。でね、この方からはね、前にも送っていただいてるんですけど、ちょっと紹介しちゃいたいものがあるんですよ。これ見てくださいよ。これほら、ひな祭りのお裾分けっていう感じでね、いただいたんですけどね、猫缶と発泡酒いただいたんだけど、このイラストがすごいんだよ。これぜひとも見ていただきたいんだ。だからこうやって紹介しちゃうんだけどさ、それでこのイラストね、3枚入ってるんですよ。もう1枚はこれね、
ニャゴラへひな祭り。これニャゴラなんだね。いやー実にね、でもね、可愛いし上手だよ。それともう一枚はこれ、こにゃごらへひな祭りおまけって書いてあるけどさ、これもねすっごく上手。なんかねもうねプロっていうか、もしかしたらこの方は本当にプロとしてなんかこういうことをやってんのかもしれないけどね。いやー実に上手です。皆さん見てくださいよこれね。とね、イラストを紹介させていただいたところで、この発泡酒をいただきますか。それではいただきます。春の喉越しだぜ。いやー季節感ある発泡酒、実に美味しいよ。ありがとうございます。それでね、ほら、そうこうしているうちにコツ酒ができましたよ。ほら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 、これだよね、標本みたいになってるけどさね、日本酒がほらこのようにちょっと黄金色になって、もうちょっと置いときますか。あとちょっと置いとくと飲み頃になるかもね。じゃあ待ってる間によ、食うものはこれだぜ。じゃ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 ん、ほらこれ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 ね、ほらヤマメ、ヤマメちゃん塩焼きにしてみたんですよ。美味しそうでしょ。ほらパワーマークなんかついちゃっててね、これちっちゃい方のヤマメだね。じゃあよ、これはこの串を持って手でいきますよ。いきます。これはね、おいしい。やっぱね、ヤマメはさっきのイワナよりも身が柔らかい。まあ焼き魚と天ぷらだからね、ちょっと違いがあるのかもしれないけど、でもね、やっぱね、ヤマメはうまいわ。と一定の結論が出たところで、ここらでもってね、こいつをいきますか。ではいきます。これだよ、これだよ、ほら、行きますね。では、おー、これはね、いけるよ。もうちょっといっちゃおう。あー、こりゃうまいよ。いやー、頭と骨もこうやるとうまいんだ。もっといっちゃおう。実に美味である。とこのようにね、ヤマメとイワナを釣った今日は豪華な晩酌ができました。ありがとうございます。釣り人冥利につきますよ。イワナくん、ヤマメくん、ありがとう。